ヒデさんの動画です。今日はですね、日本パワーファスニングさん、JPF さんからの、工具をちょっと借りてきましたので、いろいろご紹介したいと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ、声だけの出演でよろしいですか？はい、はい、あ、はい、じゃあちょっと顔出し NG ということで、大ベテランさんに声だけの出演を、お願いしております。ガス銃、ね、でも、あれなんですよね、火薬とか不使用みたいな。そうです。はいはい、そのあとコードがなくていいってね、あのエアでやってるのは、はいはいはい、コードレスということでね。コードレス、だからもう皆さんご存知のっていうことですね。はい、はい、じゃあこのガス銃を今日はやらせていただきたいと思います。いろんな部材用意したんで、じゃあちょっとやっていきましょうか。なんかその、あ、僕は TF1100 っていう、昔マキタさんに下ろしてましたよね。今、下ろしたことあったね。でもあれ全然名前出してましたもんね。はい、そうですね。はいはい、はい、で、あの時代があって、で次が1200。200、はい。あと、まあ1800。800。まあ、その他もろもろありますけど、うん、今もううちでやってるのが UG7。もうこれをドーンとかしてます。今これしかやってないんですか？そうですね、基本的に。基本的にはこれ。はい。これはどう進化してきてるんですか？この進化は一番は、はい、まあ、例えばバッテリーもこういう小ぶりになってますし、あとこれの残量がまず分かりますね、うん、今これがバッテリー でこれを押していただくと、まあ、ちょっと今残量1ですよっていうのが、見える感じになってます、うん、です。確かに昔なかったですもんね。なかったです。 2,3 時間で満充電で 2,3 時間の充電で2000本ぐらい。2000本。はい、あ、じゃあ2箱分打てると。そうですね。なるほど、うん、じゃあもう1回充電すれば。そうですね。人現場何本ぐらい打たれるんですか？現場によってだと思うんですけど。現場によってですね、はい、まあ職人さんの場合ね、多い人で月1000本ぐらい、はい、月1000本。そうそう。あ、なるほど、うん、あ、余裕ですね。もっと多い人もいますけど。あ、もちろん、はい、1000本か1200の方が多いかな。この機械は今フルセット購入すると電池は何個？はい、バッテリーこれが2本。あ、全然余裕ですね。余裕ですよ。はい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 、はい、じゃあ打てると。そうです。今入れてもらって、はいはい、あ、じゃあ、そうか、入れる順番もやっちゃいましょうか。うん、はい、まあ順番というかね、はい、次ガス。あ、ちょっと変わった。ここがロックが、なんか昔こうポンってこう引っ掛けるだけだったんですけど、はいはい、簡単にちゃんとこうロック式になったんですかね、カッチャッパカみたいな。塩になりました。ガス借ります。はい、はい、それで刺していただいて、このなんかね、あ、見えるかな、赤いプラスチックのところにちゃんと乗っけていただいて、あれ、かん、あ、OK ですよね。 OKOK、 わかります。慣れればすぐ。さ、そうですね、差し込んで、ちょっと手前に引いてですね、カチで、カチと。あ、そう、昔よりなんかしっかりした。なんてことね。わかりやすくなった。それで弾を入れていただくと、はい、これ、弾は一連が何本なんですか？一連が10本。10本。はい。で、さっき2連か。うん。それで、はい、30本。30本まで入ると。入ると。はい、はい、はい。まあ、ここ今30本入るってことなんですけど、まあ結構黄色くて、全部御社のピン黄色なんですか？黄色ですね。黄色。だから目立つんで、はい、まあ弾減ってきたら補充していただくという形になりますね。じゃあこれでもう打てると。うん。すごいコンクリートとかで、軽量結構。はい、はい。この今、うん、そのヒルナントガさんって電池ないじゃないですか、うん、内蔵電池でやってて、うん、御社のはなぜ電池が入ってるんですか？あれですね、なんかファンを回すためみたいな。そうですね、一番は、はい、これはガスをここにこの構造としてガスを溜めて、はい、着火させて、うんうん、爆発する力で、うんうん、これ打ってるわけですよ、はいはいはい、だからその着火させるためにバッテリーの電力を使っていると。電池が必要。あと着火なんだ。着火。あと、はい、まあここからファンで、はい、まあ余計ちょっと余計な空気をね、それなんですけど、一番やっぱ着火させるための。なるほど。着火とあとファンを回すのとに、まあ、電力入れてると。そうです。なるほどなるほど。わかりました。じゃあちょっと打ってみましょうか。はい。ね、もうこれ。先生が打ってくれるんですね。はい、やった。押していただいて。おい。いいですか、これ相当硬いコンクリートですよね。そうですね、もう最近コンクリートがすごい硬くなってきて、はい、まあ、それに対応するということで、うんうん、まあ、ピンの方も改良しましたし、はい、あとパワーの方も強くして、まあ、そういう硬いコンクリートに対応するようになる。昔よくその通常ピンとなんか PCO とかっていうピンがあったけど、はいはい、まあ現状はもう全部統一で通常ピンをその硬いやつ対応にしてると。そうですね、いうことですね。先のあの大震災の後、
はい、現場ではもうコンクリートが非常に硬くなってきちゃう。我々メーカーもそういう硬いコンクリートの競争じゃないですけどね、はい、なるほど、ええ、やるしかねえと。やるしかないと。これ私右手で持って左で押さえるべきですか？慣れた職人さんはもう片手で打ってますけど、まあ、最初は、まあ、僕は力がないから、はい、じゃあ両手で、はい、じゃあちょっとうるさい音鳴ります、はい、うわすごいですね、むっちゃ入りますね。あすごいわ。ちょっとね、非力な私が片手でやってみましょうか。あー打てるわ。これグッて押してもう一押し必要な感じですか？まあそうですね、グ最後もちょっとこうあんま触るんで、あ、すいません、電池を抜こう。電池抜いていいですか？うん、どうぞ。ここをここにもうワンストロークありますね。そうですね、ここがちょっと力が必要な感じ。まあそうですね、ただまあ現場の方に聞いてもこれが硬いっていうのはないですね、うん、あ、本当ですか？上向きでもこれぐらいだったら全然押せると。そうです、まあ確かにそうですね。それで私も結構現場周りが多いんですけども、はい、もうもちろん職人さん上で何か持ちながらこう打ったりと、うん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 、当然片手で打ってるわけですね、はい、なるほどっすね、うん、これ使用終わったらガスは抜いてあげた方がいいんですか？抜いてあげた方がいいです。毎回？そうですね、できればね。あ、そうなんですか、うん、抜かない方がいいと思ってました、うん、まあ、あのこれで事故ってはないんですけども、はい、やっぱりガスなんで、はい、なるべく抜いていただいてっていうのをお願いしてます、ね、はい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 。あと長時間あの車の中にこう置いとく方もいるじゃないですか。確かに。そうするとこれから、まあ、夏に向かってますますその車内も暑くなりますしね。あ、はい、いろんな面で抜いていただきたいと思ってますね、はい、そうですね、ええ、あとね今あの、はい、現場によっては、はい、鉄骨に打つ。え、あの分厚い鉄骨ですか？鉄骨。ああ、まあ確かに。鉄鋼とかね。鉄骨ピン14ミリとかですか？15ですね。あ、15、はい、まあ、13から15、はい、まあ、うちもいろいろ改良してやってます、今これは、301号か301号、15ミリの、うんうんうん、これもね、まあ、工法もどんどん変わってきて今鉄骨使うのが多いんで、はい、っていうのは現場で、はい、あの溶接、はい、火を使いたくない。確かに。というのが多くて、はい、それでもうこれを使っていただいて、うんうん、15ミリの鉄骨ピン、これはすごい理由が出てますわ。ははは、うん、これじゃあ普通のコンクリートピンは38ですか？一番出てるのは19ミリ。19がそうですね。それで22、25、うん、おその次32か32のあと38だったかな。そうですよね、ええ、あ、じゃあその辺は他社さんと、まあそうですね、一緒な感じですね。32の次は40になります。40だ、はい、ああ、じゃあ長いわ。長いですね、うん、はい、でもまあ圧倒的に19ミリが多いですね。ですね、はいはいはい。あと使用用途としてはもう一番多いのは内装屋さんの内装マジック、うん、ランナー止め、はいはい、が一番多いです、うん、あとは配管サドル、あ、配管のサドル、あれはボンボンと。え、あの詳しく言わないんですか？ね、そのものにもよるんですけども、はい、割れちゃうような時はちょっと長めのピンを使っていただく。つまりそうするとドーンといかない、ちょっと手前で止まるといいか。そういうかわし方をすればいいんだ。なるほど。これも設備屋さんではかなりの量を使ってますね、ええ、あとは住宅用の型枠、はい、このところにこう止める人もいます。あ、今すぐ出します、はい、あとは構成構成図鑑を止める、うん、いらっしゃいますね。これはハウスメーカーさんなんかかなり使っていただいてると思います。今、まあ、ライバル社さんがヒルなんとかさんと、あとはマックなんとかさんと、やっぱ競合はその2社ですか？まあ一番そうですね、強いですか、うん、シェアとどれぐらいシェアとかって言えるんですか？一番ね、一番ちょっと微妙、まあ、何とも言えないですね、配信で、それでまあもちろん日本で最初に持ってきたのはうちですか？あ、そうなんですね、うん、そうです、ただもうヨーロッパはもっともっとシェアは広いんですよ、うんうんうん、でもまだまだね、広いっていう効果ですね、はい、あ、わかりました。なんかこのあれですか、先端なんか狭いとこも打てますみたいな疑問みたいなのあったっけ？ありました。前はね、もうちょっと簡単に言うとこれがこっち前に出てたような、わかる、はい、それをまあここをこう引っ込めて、うん、ここを伸ばして20ミリの、はい、あの
旦那で、はい、マリオが。これは最初の方の機械の時、現場回りますともうちょっと細くならないかって要望多かったんですけど、ありました、ありました。まあ、できる限りのスリムにしまして、うんうんうん、20ミリまで OK という。そういうことですね。はい。全国の販売店さんに卸しているんでしょうか。全国やってますよ。ほぼ行ってらっしゃいますか。はい。ただ、圧倒的に関東と大阪多いですけど。関東、大阪。はい。ははやっぱりあのビルとかそういうマンションの工事が多いんでね。はいはいはい、はい。でも全国には一応やってますけど、圧倒的に。そうですね。あの他社さんで寒いとこ全然ダメだっていうちょっとクレームが多発したことがあって、うん、これ大丈夫ですか？ね、今回資料は、まあ、大体何度までってのあるんですけど、もちろんもちろん。でもまあ寒いから使えなくなったってのはほとんど聞いてないですね。あ、大丈夫。あ、よかった。うん、あのなんかガスとなんですか、空気でしたっけ、混ぜるの、うんうん、まあ、そうです、あれが混ざんねえみたいな。ダメだな。ただね、北海道なんか工房としてはい、これ言ってみるネジ止めのところはまだ多いんですよ。なるほど、なるほど。だから、うん、あんまり北海道だと動いてないかもしれない、これが。そうですね。あ、なるほど、なるほど、うん、あ、工法の違いですね、うん、あ、わかりました。あと、ごめんなさい、別売品見たんですけど、ロングマガジンっていうのがあるんですね。ロングマガジンはまあ、ここネジを、まあ、緩めていただいてガシャコってこうこのマガジンを外せるんですけれども、そうすると、ロングマガジン40本入るんです。あ、じゃあまあ倍というか倍です。なぜそれを作ったかと言いますと、まあ、現場でねこう連発してっていうことなんですけども、はい、まあ、先ほどおっしゃっていただきましたけど、いろんな面で簡単に装填できるようになったんで、あ、まあ、20本で、うん、まあ大体そんなにクレームは出ない。なるほど、ええ、じゃあロングはそんな需要ないんですか。需要ない、本当に少ないですね。なるほど、はい、いらっしゃるはいらっしゃるけれども、そうですね、ショートでいいんじゃないと、うん、あと下だけ打つのはいいですけど、上向くときやっぱり夏越しても軽い方がいいよというのもあるんでね、はいはいはい、まあこれをお勧めしてますね、うんうんうん、破格なんですよね。まあここじゃ今値段は言えないですけれども、破格です。非常にお安い価格で、買えるということなので、もしよかったら今オンラインストアに、価格載せておきますんで、まあ、他社のね、高額なガス銃と、比較してみてはいかがかなと、なっております。そんな感じで大丈夫でしょうか。そうですね、喋り尽くしました、まあ一回これを握っていただければ、はい、バランスの良さ、うん、プロの人は本当に微妙なバランスを気にされますので、はい、これを一回握っていただければ、うんうんうん、もちろん店頭にも、はい、ね、デモ機置いてありますね、はい、ぜひ握っていただいて、わ、うんうん、かりました、はい、じゃあ今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ、はい、JPS さん、UG7 という言い方でよろしいですか。はい、そうです、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。